やハローどうもこんばんは、アニメリアク職人ことマジアジョギニハマです。はい、現在1月13日金曜午後8時半ですね。さて、今日はうるせえやつら13話を見てから、東京リベンジャーズのコミック567巻を読んで、そしてとある魔術のインデックス18、19、20、21、22話と見てきました。ここから23話ですね、いきたいと思います。Dアニメストアですね。なおアニメ本編は再生されませんのでご注意ください。いきます、3、2、1、スタート。びっくりやったな、この正体には。さあ、この上条のこのパンチの止め方がいいね。こっち向きやからね、こうじゃなしに。今のところまだ全く分からないのが、五行期間虚数学区、これ未だ漢字が どんな漢字かすら知りません。なんじゃそら状態です。ただ、この、風切り評価は、なんかそのいろんな人の AI 無核漢字牙から生まれた 物体、ぶったじゃないわ、なんか言ったね。全くもって謎なんか、なんでそれが学生として在籍してるのかよね。風切り評価とか言ってた友達か。おお、さすが今ジンブレイか。なんぼでもこのチョークがある限りはゴーレムが出てくるわけやね。おお、アンチスキル。お、読み子。これも聞かへんやろ、銃全然。あれ聞いてるな。あ、聞いてるな。
空中にもかけんの。予想通りなんかい。おお、危ない。うん、あ、そうなん。この右手で評価が触れたら評価消えてまうっちゅうことこれ。おう、ロックマン張りのスライディングだ。おう、パンチ。そう簡単にいかへんやろな。うわ、買い取る。バックれるんかな。うん、おお、あれ消えたぞ。逃げられたね。小賢しいね。久々に言うけどチョコ剤な。戦争を起こす意地だな。あれ、何で見事。ああ、そうかそうかそうか。さあな、二人とも黒子に。
ほほう、今回はね。ポー混ぜるんじゃここから。あんなわけないな、なわけないな。あ、出られへんのかだから。得点の条件。え、え、あの海行った時の ID は、あん時だけ？どういうことや？
あ、右手で触れたらあかんやろな。うん。あ。で、巫女の方に、あのマンホールになったんや。え、そういうこと？さっきのマンホールからできたんて風切りか？あ、ちゃうか。あ、それが虚数学区。なんでインデックスに触れられたんかね。魔術師やから。シェリーかな。おお、窓ハンドみたいなやつやん。わあ、インデックス大ピンチ。これがヨハネのペン。ウホーエ、なんだか出たま。情報へ変更せよ。あ、左足を後方へ。
これが魔導書の力か。安全ピン。ミニコーンだな。と。あんまり安全ピン取ったら裸になってまうじゃんこれ。要所平行配置重心を。ん？ぐちゃ言うたで。終わった。ぐちゃ言うたけど。え、ぐちゃ言うたけど。ぐちゃ言うた。なんのぐちゃやこれ。インデックス潰れた？いよいよ次最終回な。虚数学動くか。あ、やっと字がわかる。これで虚数学語動くか。ああ、字落ちた落ちた落ちた。うん、字落ちた。はい、まあちょうどね、まあ、今回はまあその何、自分を化け物扱いしてしまう、まあ、風切評価、ちょっとまあ切ないところあったけど、まあ、まんまとね、シェリー・クロムウェルに今逃げられてしまったと。でそこに私化け物やからってことで、そのトーマは、言うとったセリフから、あ、狙いはインデックスや、あ、でも今は隔壁が開かへんから出られへんわなっていう状況やったよね。ほんで、まあ、私化け物やから、私がおとりになって、みたいなこと言って、評価は落ちていったと。まあ、そんでも平気やったわけやね。そして、あの、虚数学区っていうのはあれかな、その、AIM 拡散力場が生んだ巨大な町って言ったかな。で、そこでは、私が誰かに声をかけるとその人の人生を変えてしまうみたいな、 なんかそんなこと言うとだな、ちょっとここの意味が全くわからんかった。でそんな中でやっと声をかけれて初めて喋れたのがインデックスやったと。ちょ、これの意味がわからんかった、全く。あのなんか中でなんか喋りかけたかなんか知らんけど、横を通っていったのが急になんか警備員みたいなおっちゃんに変わってたけど、 あれもどういう意味やったん。
とかなんか子供に変わったりしてたような気したけど、まあまあとりあえずそんな中でインデックスという初めての友達ができたってことで、まあ嬉しかったのね。裸を見られて恥ずかしかったけど、コスプレしたのも楽しかったしみたいなことを言うてたね。でまあとりあえず C を確保してるわけやんね、評価は。でまあ美琴とインデックスは、まあまたトーマのことで若干口論になりつつも、スフィンクスが逃げてったことで、あんたはよあの猫捕まえてきなさいよと言ったその先の工事現場で、マンホールからゴーレムが出てきたと。あれだから美琴のところのマンホールからもゴーレムが出てきたんやろか。ねえ、美琴のところでガンガンってなんかマンホール動いて、そこで美琴のシーン止まったけど。で上条は今果たしてどうしようもない状況やから動けへんわけよね。これは評価どうなんやろ。まあそして最後インデックスにこうゴーレムパンチが飛んできてぐっちゃって言ったけど、あれかな、もしかして評価がぐっちゃってなったんかな。インデックス前にトウって出てきてぐっちゃってやられたんかな。まあ、どっちみちょっと嫌な予感しかせえへんね、これは。さあ、そしてどんな最終回になるんでしょうね。はい、以上、とある魔術のインデックス23話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いします。はい、ここから僕の自己紹介です。興味のない方は切ってください。はい、自分は世界唯一の技の持ち主、この本の著者であり、大道芸人であり、そして子供向けのパフォーマンスをやっております。で、普段やればできる、諦めない、これを伝えたくて、主にですね、保育園、幼稚園、小学校、子供会などでパフォーマンスしてますけども、現在コロナの影響で2年11ヶ月ほど仕事がまあない状態です。貯金でなんとか生活してます。そんな中でいつの間にやら始めたアニメのリアクション、今日で1023日目ですね。一昨年の8月18日から3年前の4月頭ぐらいまでの約1年5ヶ月分、推定2000本以上の動画が消し飛んでます。ただ、その悲劇を乗り越えてやってきてますが、13年以上使ってきたこのパフォーマーとしてのチャンネルでスタートしてしまったために、昨年の9月14日に完全に分けましたんで、ぜひね、僕のパフォーマーとしてのチャンネルも応援よろしくお願いします。1本でもいいんで動画ぜひ見てください。ほとんどショートなんで。で、毎日19時に1本だけ動画投稿してます。で、URL は説明文にありますんで、何卒よろしくお願いします。で、過去のアニメのリアクションは再生リストに作品別にまとめてますんで、こちらもチェックお願いいたします。以上、アニメリアクション職人ことマジラジオ芸人浜下あさみごしょ、ありがとうございました。それでは、失礼します。